はい、どうも、関東です。さて、今回は、マインクラフト、パート5でございます。さて、今回の動画は、何をするのかと言いますと、前回、ダイヤモンドとか、かなりね、集めたと思うんですけど、ダイヤモンドを集めて終わっちゃったんですね。ギリギリ前回。パート4では。なので、パート5では、そのダイヤを使って、ダイヤ装備、ダイヤフル装備とエンチャントテーブルを作っていきましょうの回です。はい、ということで、それでは今回やっていきましょう。で、なんかね、前回ね、マインクラフトのなんかいろんな YouTuber さんの動画を見てて思ったんですけど、このホットバーっていうんですか、ここの最初のここのメニューので、このホットバーの消し方が分かんないなと思って調べたんですよ。そしたら F1 キーを押したらここが消えるみたいです。あ、なるほどねと思って、あ、これ消してこうオープニングとか撮ったり、こうサムネイルのところとか撮ったりするんだなって思いました。はい、ということで豆知識今日知ったってことでした。これもバンバン使ってやっていこうと思います、これからも。ということで、パート5やっていきましょう。関東東京のマインクラフト。はい、ということで、前回集めたダイヤモンドをゲットしていきましょう。36ありますね。OK です。で、36個ですね。なので、ちょっと待ってよ。作業台で作るか。作業台で、ダイヤモンドのヘルメットいいですね。作っていきましょう。31個にな、え ?36 個か。36個ありません。じゃあやっていきましょう。ダイヤモンドのヘルメットがこの形か。えい、お、ダイヤモンドで私を覆って、覆ってかな。次が、ダイヤモンドのチェストプレート。いいね。で、あとなんだっけ。ダイヤモンドのレギンス。レギンス、レギンスやん。で、ダイヤモンドのブーツ。うぃー。来たよ。来ましたよ。ってことで、装備していきましょう。やっていきましょう。はい。はい。あれ?あ、違うか。一回外すんか、これ。外しないとダメっぽいね。じゃあ、装備していきましょう。やっていきましょう。はい。うぃー。おい、いいね。よっしゃ、よっしゃ、やった。やっとダイヤフル装備、もう今シーズン初ですよ。ありがとうございます。今シーズン、今回のゲーム実況、いやー、いいですね。もう防御マックスですね。で、ここにエンチャントテーブルをちょっと次作っていきますか。ダイヤモンドでエンチャントテーブル作ると、これに、いろんな効果をね、つけることができます。やっていきましょう。ね、まずその前に、エンチャントテーブルのね、作り方がね、あるんですけど、私、本だったかな。よし、OK。ちょっと待ってよ。一回、黒曜石を作りたいんですね。なので、一回ダイヤのツルハシを作って、うん。いいね。で、ダイヤモンドのつるはしで黒曜石をね、ゲットしたいんですけど、黒曜石のね、作り方がね、マグマで作るんですよ。なので、マグマが 4個いるのかな。 OK。 ここにね、マグマがあるんですけど、よいしょよいしょ、ここに黒曜石、水を、マグマに水が流れると黒曜石ができるんですよ。やっていきます。ほい、いいですね。で、そのマグマの水源、マグマの源だけがこうやって黒曜石になって、それ以外のマグマがこうタラーってこう垂れてるところに水がかかると、あの丸石ができますね。はい、じゃあちょっと取っていきましょう。黒曜石、
これはね、黒曜石はね、ダイヤのピッケルでしか取れないんですよ。確かそうだったはず。はい、アイスバケツチャレンジを達成しました。すげえ。じゃあ、あと4個かな。4個ですね。2個。いや、もういい、めっちゃいいよね、なんか。この辺りから、黒曜石が取れてくる辺りからすっげえ面白いっすよ。あのね、ネザーなのに行けるんですよ。地獄に行けるんですよ。黒曜石でポータルを作って、ネザーって地獄に行けるんですけども、この辺りからすっごいマイクラ楽しいです、マジで。エンチャントテーブル作ったり、もうダイヤフル装備作ったり、黒曜石で、もう取れるあたりくらいからすっげえマイクラも神ゲーになりますんでちょっと暗くなってきましたね。ちょっと一旦寝ましょうか。寝るぞ。うい寝ます。はい、おやすみ。いや、いいっすね。よし、オッケー。まあ6個あればね、大丈夫でしょう。で、あとは、本がいりますね。本がいります。ブックですね、ブック。本がいるので、確か本あったよね。本あった。この村にあったわ。ちょっと、取りに行こう。マジで。なんか俺覚えてるもん。確かあったよね。ここの屋上のところの。もう村人はね、もう全員死んじゃったんですけど、この村からは。消え去ったんですけど。残骸だけはあるんで、残骸だけとか村人の家だけはね、またあるので。ほら、ここにあんの、ほら、あんのよ、やっぱり。うわいや、さすがだわ。村いいね、やっぱね。じゃあ、取っていきましょう。3本。3個できました。まあ、ちょっと1個くらいにしとこう。これあとはね、残しておこう。上は、なんもないね。ここに本棚があるって覚えとこう。行ってみましょう。一旦戻って作業台に戻ろう。作業台に。よし、じゃあ作業台で作っていきましょう。これだよ、エンチャントテーブルよ。なるほどね。黒曜石4つにダイヤモンド2個に本1個、1冊。ちょっとこう押せばいいんですけど、ちょっと自分でもやってみよう。この形に置いてダイヤで、おい、エンチャントテーブル、来ました。これどこに置こう。ここに置くか。ここにちょっと置いて、あ、ラピスラズリがいいのか。ラピスラズリはかなり大量に持ってるので。あとなんか本いるのかな。本棚があれば。いいですけど、ちょっと取ってくるか、あの本棚。うわ、嫌なやつがいるよ、もう。やばいって。また襲撃しに来たんか、こいつ。でも今回もうガチフルシカトでいきます。どうしよう、ちょっと本棚取りに行きたいんだけど。いや、取りに行こう。取りに行きます、本棚。よし、ってことで戻ってまいりました。本11個取れましたね。ちょっと木がいるね。木を取っていきましょう。これでいいかな。白樺にしとこう。よし、なるほどね。オッケー。キーを6個と本3冊で本棚1個できますね。こうシルクタッチのやつがあれば壊れないんですけど、本棚壊しても。はい、ということで、本棚を置いていきましょう。どうしようか、どう置こうか。こう置くか。置くと、おい、こうなんかふわーってなんか飛んでってるね。
ほら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 、これ来ましたよ。ちょっとダイヤのつるはしで、そうなんですよ、2までしかできないんですけど、こう本棚をいっぱい置くことによってこれが3まで追加されて、でかなりあの最強のやつが作れま、エンチャントこう なんだろうあれが作れますね。高い効果がつけられるようになります。本棚がいっぱいあるともっと最強なやつが作れるって感じです。よっしゃ、じゃあちょっと本棚あと 2冊2棚作っていきましょう。ほい、これどうなるかな。ほらほらさ、ほら3つまあまあまあってなってんの分かる、やばくないこれ。ほらこんな感じで、ほらファーンファーンってすげえ。でこれがね、本棚確か15個かな、15個置けばもうマックスに確かできるはず、確かそうだったんですよ。だからちょっとやっていきましょう。 そんな置けるかな、俺そんな本持ってないんだけど、ちょっと作っていきますか本を。牛革と紙が必要なんですよ。紙は結構あるね、紙はあるけど、まずちょっと紙作っていくか。紙はサトウキビを横に3列並べると紙ができますですね。よっしゃ、よし。あんまね、サトウキビこれちょっと植えたいんで、あんま使いすぎるのもったいないんで、サトウキビはなるべく栽培しておきましょう。こうやってあの水のところに置けば栽培できます、サトウキビは。ちょっとね、栽培しときたいよね。ちょっと一回サトウキビ畑作るか、せっかくだからサトウキビ畑やっていきます。よし、いいね。ちょっとサトウキビ植えておきました。はい、まあ、こんな感じでやっていきましょう。ちょっと本棚作っていきますか。もうちょっと牛革がいるのか、だから牛を倒さないといけないのか。あ、革、革ですね。 OKOK で、本ん違う、紙3つと革で、革1枚で本ができる。なるほどなるほど、 OKOKOK。 2、これで5冊の本ができました。でこれで OKOK、 で2個できたね、2個できたわ。やべ、これめっちゃ、これめっちゃこれいるじゃん。紙とかさ、牛革とかさ、牛革？革か。別に牛じゃなくてもいいのか、革だったら。なんかね、ちょっとむずいね。これかなり革必要ですね。なので、ちょっとこれは牧場を作って、革を、牛さんをたくさん繁殖させて、で皮をもう大量にゲットするしかないですね。これもちょっとこれでかなり本作るのって大変だな、めっちゃしんどいな。まあやっていきましょう。とりあえずまあ5冊できたんで、今回は5冊でエンチャントやっていきます。じゃあやっていきましょう。よし、もう本は集めておきます、その、次の動画までに。はい、ということでやっていきましょう。10ができるのか、10のエンチャントでつけていきましょう。おい、エンチャントの使い手、おいきた、耐久力1かい耐久力 1？ なんかしょぼいなしょぼ、まあいっか、せっかくだからこれつけるか。
全部多分足りるでしょ。30レベルあったら、この5冊だったらいけるっしょ。じゃあもうせっかくなんでね、そんないい効果つかないと思いますけど、全部つけていきましょう。12、多いね、12。もともと体勢1、まあ、何よりマシですから、何よりマシです。はい、はい、火炎体勢1。お、爆発体勢2。お、耐久力2。おお、すげえ、これいいんじゃない。これ結構使えると思う。で、ダイヤモンドブーツ、お、11レベル消費してダイヤモンドのブーツ。飛び道具耐性3がつきました、はい、いや、いいっすね。弓もつけとく、弓もつけとこっか。耐久力1かい。まあいっか、何よりマシですから。よし、そんな感じでもう14レベルになっちゃったね。なんか12消費するって書いてても12レベル全部ガッて消費するわけじゃないんですね。なんかここの仕様が謎なんですけど、昔からそうなんですよ。12って書いてても12ガッて削れるわけじゃないんですよ。なんでこのレベルが上がっていくごとにどんどん経験値が溜まるのが遅くなっていくじゃないですか。レベル30とかになってくると、レベル1とか5とかはすぐ簡単に上がるんですけど、30とかになってくると、なんかもう経験値の必要な量が1メーターにつき、もうかなり大量に必要じゃないですか。だから多分その量で計算してるんだと思います。その12だったら、エンチャント必要なのが12だったら、12分の経験値量が引かれるってだけですね。経験値バー12個引かれるわけじゃないです。ここら辺ちょっとね、あれですけど、最初分かりにくいですけど、まあ、だんだん慣れていけば、あ、なんかなんとなくそういうことかって分かってきますね。ということで、夜も更けてきたので、寝ていきましょう。防具着てねえわ。防具着てから寝るか。防具着てから寝よう。よいしょ。はい、ってことで、装着していきます。エンチャントフル装備、やっていきましょう。せーの、スタート。いや、さすが。いや、強いよ。強く見える。これ強いっすよ。これいいね。キラッキラのエフェクトが出てますね。いいね。で、これは？お、ダイヤのツルハシも、ボンボンボンってなってるっていう。最高やね。はい、ということで寝ていきましょう。よし。はい、ってことで、いいっすね。おはようございます。はい、ってことで、おやつタイムやっていきましょう。今回のおやつタイム、キットカットでございます。きっと、大丈夫。いいですね、キットカット、食べていきましょう。なんか前回オレンジジュース飲んでたんですけど、あ、こういうのやった方がいいなと思って、やります。いただきます。なんかこんな感じですね。クランチになってんのかな。はい、え、キットカットって書いてますね。いいっすね。うん、超うまい。うん、いやー、これでマインクラフトはかどるぞ。うん、うん、うん、うまいね。なんかさ、こういうのはいいよね。ゲームしながらさ、お菓子食うっていうこの瞬間がもう俺人生で一番幸せだわ。うん、いや、なんか1万円のもうスペシャルランチコースとかそんなのはいいのよ。もう
こういうのでいいのよ。もうゲームしながらこういうの食うのがもういいのよ。いや、それもいいっすけどね。1万円の、なんかスペシャルコースとかもいいかもしれないですけどね。それもいいですけど、僕はやっぱこっち好きっすね。否定したらいかんっていうね。うん。これうまいね。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。ありがとうございました。うん、最高っすね。はい、ということで、まあ、エンチャント今回つけれたので、そうだな、もう終わっちゃったな今回の動画。この目的が追加だ。追加しよう。ネザー行ってみましょう。せっかくなんでネザーに行きましょう。じゃあネザーに行くためには黒曜石がいりますね。あ、そうだ、黒曜石必要だけどマグマが全然ないわ。だからちょっとマグマ栽培をしましょうか。マグマ栽培しましょう。ちょっとその前にこの2個だけ取っとこう。一応マグマ栽培ちょっとやりますね、今回の動画おまけで。よし、マグマ栽培しよう。で、マグマ栽培のやり方なんですけど、まず、ね、鉄いるな。ちょっと待ってよ。鉄がいるな。一回鉄燃やすか。その前に、一回あれ作るか。あ、これだわ。これ作んないといけねえわ。ちょっと溶鉱炉作りますか。溶鉱炉作っちゃいましょう。ツインゴット5個とかまどと滑らかにし、OK、ちょっと作っちゃおう。鉄4、鉄インゴット1、かまどどこだ、かまど、よし、オッケー。じゃあかまど作ったからこれだね。オッケー。じゃあちょっと僕はちょっとあれ作りたいので、大釜とか必要なんですけど、鉄がねまず必要なので溶鉱炉を作っていきます。オッケー。滑らかな石と、今どうやって作った、滑らかな石と鉄インゴット5個と、よし、説明するの忘れてた。鉄インゴットを5個とかまど1個と滑らかな石3つで溶鉱炉ができますね。滑らかな石は丸石をかまどで焼いたら石ができるんですけど、でその石をもう一回焼くとかまどで滑らかな石ができます。よし、じゃあ溶鉱炉できたんで鉄焼いていきましょうか。2倍の速度でねできるんで。よし、すごいな、これ2倍の速度でできるね。
いや、めちゃめちゃ早いで、これ。いや、めちゃくちゃ早いっすよ。溶鉱炉で、鉄焼くの。めっちゃ早いわ。もう、ビジュアルもすごいかっこいいよね。あ、かっこいいっすね。まあ、溶鉱炉、ぜひ皆さんも作ってみてください。最高なんで。で、大釜、これもなんか燃えちゃいそうだな、なんか よし。まず必要なものがですね、大釜ですね。これだ、大釜が必要ですね。大釜。よし。大釜をどこに、ここに置こうかな。ここに置きましょうか。ドリップストーンをちょっと準備しますか。よし、オッケーオッケー。で、ここに大釜を1、2、3、4、5、6、6個置きますか。6個置きましょう。なんで、鉄がかなり必要ですね。6個だからこれ足りんのかな？あ、これ足りないね。全然足りねえわ。ちょっと、あと3個なんで、やばいな。ちょっと鉄集めてきます。ちょっと爆速で鉄を集めてきます。はい。ってことで、鉄の原石たくさんもう爆速で集めてきました。なんで、この鉄の原石で鉄インゴットを作って、大釜をあと3個作っていきます。1、2、3ですね。じゃあちょっと待っていきましょう。あ、で、待ってる間に砂をね、この間かき集めてきてたので、砂でガラスをね、作っていきましょう。砂をかまどに置いて、ちょっとここから木炭もらえますか。置いて燃やすとガラスができます。さあ来い。はい、ガラスができました。よいしょい。はい、新レシピ解禁。レシピ本を確認しましょう。もうガラスにね、色つけられるっていうのがあるんですけど、それは今はちょっとやんないでおきますかね。いや、一応やる？やってみる？ ちょっと やってみますか。じゃ、ちょっとやるか、せっかくだから。よし、じゃ、ちょっとかまど作っていきましょう。あ、大釜ですね。あと1個だ。あと1個。ほいほい。ガラスね。ガラス。よし。ガラスが何個いるかな。どうしようか。1、2。こうかな。あ、でもちょっと違うな。やべ、ガラス割っちゃった。ちょっと待って、どうしようかな。先に大釜作るか。大釜、よいしょ、6個できました。で、ここにガラスをポン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 って置きたいんですけど、もう一段高くてもいいね。一段高くてもいいと思う。ここにポン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 って置けばいいね。こういう感じで。ちょっとガラスに色つけるか。じゃあ何色にしようかな、ガラス。ガラスの色を決めましょう。ここに染料があるんですけど、どうしようかな。黄色、いや、
赤もいいよね。黄色にしと、いや、黄色、赤にしとくか。赤にしとこう、やっぱり。で、これクラフトできるのか。おー、なるほど。ガラス8個と染料1個で、これか、赤色の色付けガラス。すごいな。じゃ、これでやっていくか。ここにガラスを2、3、4、5、6。ここでいいね。OKOK。で、鍾乳石。多分ドリップストーンとか言うかな。統合版だったら。鍾乳石、ドリップストーンを、ほい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 、置いていきます。よしよし。で、ここの上にマグマを乗せると、なんだっけ、この下に大亀にマグマがたまりますね。じゃあちょっとここをやっていくか。ちょっとガラスがいるな、もうちょい。で、よいしょ。ちょっとやっていきますか。いい感じに設置したいな。はい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 。で、こっちもはい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 。OKOKOK。もうちょっとだね。あとちょっとでガラスが足りますね。ガラス足りねー。ちょっとその間にマグマをちょっとゲットしてこようか。マグマどこだ？マグマ足りるかな？ 6 個あるかな、マグマ。本当は1個でいいんですけど、ちょっと事情があって6個にします。事情があるっていうか、みんな1個でやっちゃうんですけど、まあ、ちょっとお楽しみに。 何個だ？ 6 個か。だからあと2個いるね。2個どこだ、マグマ。マグマないかな。いやー、これないっぽいな。あ、ある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 。あるわ。あと1個はここにあるね。これでいいね。こう、ゴミ箱焼却炉マグマって書いてあるんですけど。ゴミ箱です、僕が作った。これでいきましょう。あ、赤の染料が足りねえな。あと、なんか赤い花あったよな。あ、あったあったあった。赤い花を、すごいね、染料少なくていいんだね、これ。すごい楽だね。で、ポピーをクラフトして赤の染料で、で、作っちゃいましょう。このガラス、OK。ではちょっと置いていきましょう。はい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 。1、2の、どうしようかな。せっかくだからここもこうしよっか。 OKOK。 で、こう、これでいいかな。ちょっとやってみよう。あ、いいんじゃないいいんじゃない。あ、できた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 。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。オッケーです、オッケーです。じゃあこれで、なんか宙に浮いてるのもなんかおかしいから。 あれをやっちゃいましょなんだっけ、なんていうの、フェンスか。フェンスをちょっと作っちゃいましょう。フェンスを、はいはいはい はいはいおい、これでちょっと現実感というか、ちゃんと違和感がないですね。おー、できた。 じゃあ、あとはここにマグマを流していっちゃいましょう。マグマっすね。あとはマグマ置くだけ。よし。皆さんね、なんかね、俺いろんな人の動画見たんだけど、みんなマグマここに1個だけ置くのよ。こうやって。これで、
いいですとか言ってるんですけど、違うんですよ。違うのよ。それじゃ遅いのよ。一番もっとね、早くね、マグマがこれ溜まってくんですよ。これって、見えますよ、これマグマが。水滴がポタポタポタって。で、これ時間経つと、ここにマグマがね、マグマ溜まりができて、マグマを救えるようになるんですけど、それね、遅いんですよ。この一個だと。もっと早くする方法があるんです。それがなんと、よいしょ。全部にこのマグマを、マグマ水源で満たす。ということですね。これだったら6個ですね。6水源全部もうフルで入れちゃう。これで、めちゃくちゃ溜まるのが早くなります。これもうできたでしょ？やばいっしょ？これね、みんな知らないんだな、これ。知ってる人いんのかな？これ、遅いじゃんってなって、試してみたんですよ、僕。これ全部マグマで埋めたら早くなんじゃねって思った。そしたら本当に早くなって。いやー、こういうことですね。もうすぐ作れちゃう。ちょっと待っていきましょうか。これで何分かかるか。待っていきましょう。じゃあ、タイマースタートするか。タイマースタート。いきます。何分かかるかな？待っていきましょう。おお、来た、来ました。ということで、41分22秒でございました。もう一番さ、一番右の大釜ちゃんとさ、左から2番目の大釜ちゃんも穴開いてんじゃねってレベルでさ、呪われてんだろこれ。絶対一番右と左から2番目の大釜、穴開いてるでしょ絶対。はい、ということでちょっと回収していきましょうか。もう腕が死ぬって、もうやめて、もうなんでこんなハードなの。超時間かかんじゃん。もうやめてほしいわ、マジでやめてほしい。ここに入れとこう。めちゃくちゃ時間かかるんだけど。もうほんとしんどい、マジで。はい、ということで、よいしょ、6個全部開始しました。焼却炉に入れていきましょう。よし、いや、やっぱ無事に機能しましたね。まあ40分くらいかかるってことなんで、そうだな、なんか探検に一探検行って家帰ってきたらもうフル満タンになってるって感じですね。なんか作業しながら整地したりしてると時とかに、1バイオーム整地終わったらこれできるとかさ、そんな感じですね。でも結構ね、最初の4個はね、8分くらいで溜まったんで、8分くらいあれば4個くらいは溜まるんで、結構そんな最後まで待たなくてね、いいと思います。40分も待たなくていいと思います。回収したらその分できるんでね、その40分内でも。また一から。いやー、ちょっともうほんとしんどかった。はい、ということで、今回、ダイヤ装備フル装備作って、エンチャントテーブル作って、エンチャント全部して装備に、で最後にこのマグマ増殖、無限増殖装置を作りました。はい、この4つでやって終わりました。はい、ということで、まあ、これからね、まあ、マグマこれでね、もうたくさん作れるようになったので、次回は何をするのかと言いますと、次回
このマグマを、黒曜石にして、黒曜石で、ネザーポータル作って、ネザーに行きましょうの回を、パート6では、やろうと思います。はい。いや、もうほんとね、ちょっと次回、ネザー行くの楽しみですね。はい、ということで、次回、マインクラフト、パート6で、お会いいたしましょう。今回も動画ご視聴ありがとうございました。そして、マインクラフトのね、動画、もうもっとね、アップしていきたいので、この動画良かったよって人は、グッドボタンとチャンネル登録してくれると、僕のね、まあ、モチベーションがアップして、まあ、ちょっとでもね、早く、こう、マインクラフトの動画見れると思うので、まあ、なるべくね、スローなんですけど、すごい時間かかるんですけど、まあ、マインクラフトの動画、アップしていきたいので、アップしていきますので、まあ、もしよかったら、よかったって人は、まあ、グッドボタンを押してくれると、すごい嬉しいです。はい。ということで、パート5、今回、この辺りで終わりにしようと思います。はい。ということで、ご視聴、ありがとうございました。パート6でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。